こんにちは。楽天証券経済研究所の吉田悟と申します。どうぞよろしくお願いします。今回はプラチナの話をいたします。暴落の嵐で浮き出たプラチナ積み立ての有効性と題しましてお話をいたします。こちらをご覧ください。え合計六点あります。まずはこちらなんですが、嵐吹き荒れる 金属相場。昨年末日2桁下落はザラということですね。直近の金属の価格の下落について見ていきます。こちらなんですけれども、これは昨年末と今週の18日の日本時間夜を比べています。例えば、パラジウム、金、ゴールド、そしてプラチナ、アルミニウム、鉛、亜鉛、銀、 銅鈴これれいずれも金属です貴金属と産業用金属ということでですね、まあ、全体的に金属というふうにここでは言っているわけなんですけれどもいずれも価格は下落していますパラジウムはマイナス2.2%金はマイナス6.7%ということで、えー、かろうじて1桁ではありますがプラチナ以下というのはもう2桁を超える下落になっています 銅はマイナス24.3%、鈴に至ってはマイナス36.1%ということで、大幅下落ということになっています。で、これは昨年末に比べて直近がどうかということを言っているわけなんですが、最も価格がですね、上がっていたとき、つまり今年の3月の初め、ここに比べますと、中にはですね、価格はもう半年以下になっているという銘柄すらあります。 というように、金属の価格というのは今年に入って、そして足元大きく下落しているということがわかります。これを私は暴落の嵐というふうに呼んでいます。で、この暴落の嵐によって、実はプラチナの二大利点というのが大きくなったと考えています。下がったことによってメリットが大きくなったということですね。 そのメリットが2つあるということです。こちらをご覧ください。これは、プラチナとゴールドの価格推移。これも月間平均なんですが、プラチナが青い線、金、ゴールドがオレンジの線ということですね。で、もう回下がっていますと。で、下がって今、こういうところにいるわけなんですけれども、今の水準というのが、果たしてどういう水準なのかということを考えていくんですね。で、一つは、この、 赤い点線で書いたように、リーマンショック直後の安値の水準により接近したと言えると思うんですね。で、このリーマンショック直後の水準というのは、2008年以降大きく底割れをしたことがない水準なんですね。コロナのパンデミック化によって大きく一時ですね、割ったことはありましたが、 それ以上底悪いすることはなくて大きく反発していきました。それ以前もそうですね。というように、長期的に見て下支えされやすい水準と言えると思います。でこういったですね、長期の底値水準というのは、実はプラチナにおきましても以前もあったんですね。80年代から2000年代の前半までありました。で、この長期の底値水準というのが、 現在はリーマンショック直後の安値ということになっているわけであります。均衡点の変化ということをですね、パラダイムシフトというふうにも言われています。まあ、こういったですね、均衡点の変化というのは、プラチナだけではなくて、えー、穀物ですね、例えばトウモロコシ、小麦、大豆等でも見られています。ですので、目下ですね、この長期的な安値水準に接近したということですね。 そこさを増したというふうな表現になると思います。で、もう一点のですね、利点と言いますのが、ここです。リーマンショック直前の高値に比べて、今が、これほぼ半値以下なんですねえ。直近高値と、長期的に見た直近高値というのは、プラチナの場合におきましては、2008年の2000ドルを超えた 市場を最高値なんですね。これに比べて今というのは半年以下です。だいぶ安くなってきているんですね。長期的に見てこのです、ね、高値と今の価格の差というのはいずれ上昇していった場合における上昇余地と上値余地というふうに言えると思います。ですので下げたら下げた分だけ上昇余地上値余地が大きくなったと。 いううことだとだ思うんですねですから2点というふうに言いましたけれども1点目は底値に接近して底堅さを増したもう1点は下がったことによって今後のですね将来的な長期的な上値余地が広がったとこの2点の利点が大きくなったと思いますよくですね金と比べることがありますけれども金についてはもう高いですね 市場最高値水準で推移をしていますし、直近のですね、底値といっても、まあ、このあたりなのかなというふうな,なところですので、プラチナは金に比べて、消費的に見てですね、金に比べてもですね、割安感があるというふうに言ってよいと思います。では、次なんですけれども、環境配慮はプラチナの需要を維持する側面があるということですね。よく環境配慮、 というキーワードとプラチナを結びつけて考えていく際に一方的にですね環境配慮が進んでいけばディーゼル車ガソリン車が否定されてどんどんと世界的に電気ですね EV が広まっていってプラチナの自動車排ガス浄化装置向けの需要が減っていくというふうにですね考えられがちなんですけれどもまあそれだけではないんですね実は環境配慮というのは プラチナの需要を維持する側面があると考えています。こちらの通りなんですけれども、まずはですね、全体像を確認しますけれども、プラチナの需要というのは、およそ37%が自動車排ガス浄化装置に使われていると言われています。この装置と言いますのは、車のですね、ボディの側面にあるんですけれども、エンジンとマフラー、ね、消音器ですね。 の間にあって、エンジンから発生をしたガスですね。その有害物質を含んだ排ガスが、この浄化装置を通って、マフラーを通ってですね、行くと。その浄化装置の中では、プラチナ等のですね、貴金属が含まれていて、そこでですね、触媒作用と言いまして、これは自分の性質を変えずに、相手の性質を変えるという作用なんですね。 この場合はですね、プラチナは自分の性質を変えずにですね、排ガスに含まれている有毒物質を二酸化炭素や水に変えると。まあ、こういう作用があるんですね。これがこの装置の中で起きていますと。で、そこにプラチナが多く使われているんですね。ですので、環境配慮が進んでいけばですね、そもそも 原油を使ってですね、ガソリンやその経緯を作って使うことによってですね、環境配慮が、まあ、損なわれるということで、じゃあそもそもガソリン車やディーゼル車を使わない、作らないようにしようと、今起きてますよね。でそうすると、プラチナのこの使用な、この浄化装置向けの用途というのがどんどんと減っていって、プラチナ価格が下がると、こういうふうに言われてるわけなんですね。ただ、しかしですね、 この排ガス浄化装置向けの需要というのは、一定程度はこれ維持されているんですね。というのは、こちらの通りなんですけれども、このオレンジのグラフなんですけれども、これ増えてるんですね。これはですね、自動車1台あたりの金属の消費量なんですね。プラチナとパラジウムとロジウムの合計で見ています。その年に生産された自動車。 の台数でですね、割っているんですけれども、これが増えてるんですね。ということは、世界全体で見てですね、何らかの要因があってですね、1台あたりの金属のです、ね、消費量というのが増えているということなんですね。その何らかの要因というのが、ここです。世界的に進んでいる排ガス規制なんですね。強化されているんですね、年々ですね。それによって、 一体あたりに使われる金属の量を増やして、この規制に対応していこうと。まあ、こういった動きがあるんだろうと見ています。ですので、全体的に見ればですね、排ガス向けのその金属の需要というのは、これ増えているわけですので、と考えていけばですね、環境配慮、プラチナ需要減少と。こういうふうにはですね、一方的にはならないということだと思うんですね。環境配慮ですね。 が進んでいくということは、この排ガスのですね、規制がどんどんと強まっていくということなわけですので、同時進行しているということだと思うんですね。ですので、世界的な排ガス規制強化というのは、触媒向け金属の消費の温存要因だと私は考えています。急増は、まあ、させないかもしれませんけれども、一定程度ですね、温存する、維持する要因になっていると思います。ですので、 環境配慮がどんどんと進んでいけば行くほどですね、ある意味では減少するかもしれませんけれども、またある意味ではですね、温存、維持される要因でもあると言えると思います。では次なんですけれども、不可逆的機運、脱炭素、金の長期需要増加観測というふうに書きました。後戻りすることがないムード、脱炭素ですね。 今ですね、ウクライナ危機が起きていることによって、部分的には石炭や天然ガスや原油の需給が逼迫している地域があります。それによって、一方的にですね、需要が今後増えていくということでですね、脱炭素と違う方向にですね、向かっていると、まあ、こういう心配が一部ではあるわけなんですが、まあ、それだけではなくてですね、もっとですね、長い目で見て、超長期的に見ればですね、この脱炭素、 の流れというのは私は止まらないと考えています。これによってですね、プラチナの新しい需要が生まれて、需要増加、価格上昇というですね、超長期的な動きが今後見られると考えています。こちらの通りなんですけれども、新しい常識というふうに書きました。水素の生成装置なんですね。目下、環境配慮を先進国が集まっている欧州と。 あるいは日本も含めてですね、水素の社会を目指そうと。こういう動きが今強まっているわけなんですね。その際に水素を生成する装置が必要になってきます。様々その生成する方法というのはあるんですけれども、その生成の方法によってですね、便宜的に水素は色分けされています。 もちろんですね、水素は無色透明ですので、色はあるわけではないんですが、生成過程によって色付けされているということですね。例えば、グリーンですね、水素。こちらの通りなんですけども、生成過程で温素ガスを排出していないですね、水素ということなんですね。あるいはですね、生成過程で排出をしたけれども、その二酸化炭素を回収した水素。これはですね、ブルーというふうに言われています。 そして生成過程で CO2 をです、ね、排出をしてですね、その排出した CO2 が大気中にですね、た場合、これはグレーというふうに言われています。そういった中でも最もですね、環境配慮に適しているのはグリーンというわけですので、このグリーン水素をですね、生成する際に実はこのプラチナが引き揚かかっているんですね。で、この装置を見ていきますと、水の電気分解なんですね。 中学校のの理科の実験でやります。H 時間といってですねこういった試験管があってですね片方から水素片方から酸素が出てくるわけなんですがあの実験なんですねのりに水に電気を流してそれによって酸素と水素に分けていくということなんですねでこの生成装置の電極部分金属の部分にプラチナが用いられるケースがあります この水素ですね。元々その電気がですね、再生可能エネルギー由来の電気であればですね、グリーンということになりますので、非常に環境に適しているということになってくるわけであります。そしてもう一点ですね、FCV、燃料電池車ですね。これの発電装置にもプラチナが使われています。これはですね、大気中から酸素を取り入れて、この発電装置で電気を起こします。 水の電気分解の逆の原理を使っているんですね。電気が起きますと。で、水が放出されます。で、この電気によってモーターが回転して車が走ると。まあ、こういう仕組みになっているんですね。そこに水素を充填するということなんですね。まあ、これはですね、実はあの今後大きく拡大していく可能性があると言われています。ワールドプラチナムインベストメントカウンシルですね。 WPIC というですね、世界屈指のですね、プラチナの機関があるんですが、そこがですね、今後、どんどんと、この FCV 向けのですね、プラチナの需要が増えていくというふうな見通しを示しています。今現状がですね、ヒュンダイですね、その韓国のですね、車のメーカーなんですけれども、大型の,そのトラックにおいてですね、この FCV をどんどんとその素養化していると、こういうふうに言われています。こういった波がですね、 今後、世界的に広まっていく可能性があるというふうに見られています。となってくればですね、水素の生成であったりですね、車をですね、走らせると、こういった部分にプラチナが活用されていくということが想定されているわけですので、それによって超長期的に需要が増えて、それによって価格が上がっていくと、まあ、こういう可能性はあると私は考えています。まあ、今ないですね、新しい需要が増えていくと。 いうことでですね、その超長期的にですね、見通しの立てやすいですね、需要があるんだということだと思います。では次なんですけれども、こちらですね、当面安い、長期で高い、プラチナ、積み立て向きというふうに書きました。こちらの通りですね、足元下落しているということをですね、暴落の嵐というふうに言いましたけれども、下落していますので、長期投資を始めるにはまだ間に合うと、 いうふうに言えると思います。なおかつ、半値ですね。最高値の半値以下で、底が高いということで、長期視点で上昇予知ありと言えると思います。加えてですね、金属グループの中で見て、価格の上昇率が低いということで、割安とみなされやすい。脱炭素は成長期に入った時に、新しい需要が生まれる可能性がある。現実的な需要見通しがあるということですね。 で、上昇しないと思っている人がいるというふうに書きました。これはですね、2015年だったんですが。フォルクスワーゲン、ドイツの車の大手ですね、が違法な装置を使ってですね、排ガステストをくぐり抜けていたということが発覚しました。それによってですね、そのディーゼル車の信用が失われて、プラチナの需要が減るというふうに言われました。確かにですね、数年後から 減ってきているんですけれども、急減はしていないんですね。一定の水準で下げ止まっているわけなんです。なんですが、あの事件を機にですね、プラチナはもうダメだと。プラチナの需要はどんどん減っていくんだと。その長期的に見てもですね、価格は上がらないんだというふうに多くの人がまだ思っている節があります。ですので、価格は上がらないと思っている人がいるということは、こちらの通りに、 穴場的な要素があると思いますで。今後はですね、この後戻りしない脱炭素、金の新しい需要がですね、出てくるということも考えられますので、まあ、やはりですね、これまでのその常識ではなくてですね、今後のことを見ていけばですね、価格の上昇というのは私は起き得ると考えています。え加えて、長期投資をする術があるということですね。 え、ETF もですね、全然ありますので、長期投資にですね、馴染むような指標があるということですね。こういった点もですね、押さえておくと良いと思います。ではですね、最後にこちらの通りですね、金属関連の商品をご紹介しますと、投資初心者、投資中級者、投資上級者と、まあ主観ではありますけれども、分けてみました。初級の方はですね、純金積み立、スポット購入ということで、プラチナ、 も購入できます。当社は1000円からですね、設定ができますし、随時ですね、購入するスポットもできますので、ぜひご注目いただければと思います。加えて、中級の方はですね、例えば今、株をやっているという方におきましてはですね、国内の ETF もあります。例えば、1540、これ金なんですが、1541はこれプラチラなんですね、というようにこう連番になっていて、シリーズものがありますから、こちらもですね、ご注目いただければと思います。 その他、多数の国内、海外などの ETF、EDN があります。で、上級者というふうに書きました。これはまあ短期売買ができるというふうな意味なんですけれども、国内の商品先物、プラチナがありますということでですね、金属関連の投資商品は初級から上級まで幅広く存在しますので、ぜひですね、プラチナご注目いただければと思います。では、今回は暴落の嵐で浮き出た。 プラチナ積み立ての有効性と題しましてお話しさせていただきました。チ山どうぞよろしくお願いします。